では福村選手を発見したのでちょっとお話聞いてみようと思います。こんにちは、はい、こんにちは。福村選手ですか？そうです、はい、お願いします。今日新加入会見ですけど、はい、いかがですか今心境は？そうですね、もう後輩の見てわかると思うんですけど後輩のいじりがすごいです。どれにいじられてるんですか？あのパーマの野郎とかですか、ね、どのパーマの野郎ですか？あそこ携帯なんか撮ってるじゃないですか。本当だ、もうあれいじってる。そうです、あいつあれもいじってます、うん、それ何撮ってどうするんですか？撮ってどうするんですか？沢井選手にあんな感じでいじられてるんですね。こんにちは。新加入発表会ですね、ついに。いかがですか？いよいよ、まあ、緊張せずにやっていけたらいいなと思います、うん、大久保選手がなんかジョエルと絡みたいって言ってましたよ。まあ優しいんでいろいろ教えてほしいなと思います。絡みました？もうはい、結構話したりして。ほう、前も話してないよ。昼に話してないって言ってますよ。いや昼にご飯とかも食べたんで、うん、っていう感じです。食べたんで、はい、普通に話してました。印象に残った話とかも特になく、はい。じゃあ大久保選手に一言メッセージお願いします。一言メッセージ。可愛がってください。お願いします。馬場選手は何か趣味とかがあったら紹介してもらってもいいですか？映画ですね。映画、はい、強いて言うな。何もないですけど、あとボーリングちょっと上手いです。上手いんですか、はい、一緒に行きました？いや、下手な時と上手い時が、うん、差がすごい。差がすごいですか？いや、でも最高200ぐらい行くんで、お自信あります。あと映画は最近何見たんですか？スターウォーズ。スターウォーズ？え、絶対嘘ですか？いや、本当です。あ、よかったですか？はい。じゃあ、もうトップに練習参加して結構時間経ちましたけど、どうですか？楽しいです。何が一番楽しいですか？まだサッカーやってないんですけど、うん、サッカーをやるのを想像してます。想像してるんですか？今どんなイメージ持ってるんですか？活躍してます。どんな風に？ゴールをして、うん、点取って、うん、点取ってます。点取ってサポーターのとこ走って。そうです。そうです。喜んでる。そうです。そこまでもイメージできてる。はい、すごいですね。なんか結構若手の選手がいたら楽しいじゃないですか。はい、誰が仲いいんですか？みんなです。みんな仲いいです。特にとかはいないんですか？まだいないです。じゃあせっかくなんで好きなものとか趣味とか教えてもらっていいですか？ゲームが好きです。何のゲームですか？いろんなゲームなんですけど、はい、最近はウイーレっていうサッカーゲームです。サッカーが好きなんですね、